各国政府代表の皆さん、ご立席の皆様、本日はこの素晴らしいルーマニアの地で日本政府を代表としてスピーチができることを光栄に思います。まず日本政府を代表して、ホリシー・ジャオ総事務総局長をはじめとする ITU 事務局の皆様、本会合をホストされたルーマニアの関係者の皆様に、これまでの開催に向けたご尽力に敬意を表します。またサビン・サルマス氏の議長就任に心よりお祝いを申し上げます。新型コロナウイルス感染症により、デジタルネットワークが経済・社会活動の維持に不可欠な社会基盤であることが浮き彫りになりました。 e ヘルスなど生活面での ICT の活用が進展するとともに、産業界でも農業や製造業などさまざまな活用がされ、新しいビジネスが生まれています。一方、 ICT の技術革新は加速化しており、新しい技術を世界に普及させるために標準化がこれまで以上に重要になっています。このため電気通信標準化局の役割はますます大きくなっています。我が国は今回の全権委員会議で行われる選挙で、電気通信標準化局長に NTT 出身の尾上製造氏を擁立いたしました。技術開発は産業界から創出されます。尾上候補はまさに長期にわたり産業界に身を置き、豊富な標準化活動と企業経営の経験を有しています。尾上候補は新しい時代の電気通信標準化局長として、 ITU や世界各国政府との産業界との橋渡しをし、世界中に ICT の恩恵をもたらすリーダーとなるべき人物であります。ぜひ尾上候補に温かいご支持をお願いできればと思っております。世界の中でも未だ29億人がインターネットにつながっていません。我が国は ITU と協力してデジタルインフラを強化するコネクト2リカバリープロジェクト2020年10月から開始し、これまで100万ドル以上の支援を実施し、その取り組みを拡大をいたしております。また各国のデジタル環境をサステナブルに発展させるためには、人材の育成が重要であります。このために我が国は本年、新興技術の早期展開に向けた政府関係者向けの研修を行い、総計220万ドルの資金を投入する予定であります。我が国は引き続き分担金30億単位の拠出を行いつつ、世界のコネクティブ向上に向けた取り組みを推進してまいります。我が国は理事国に 再選立候補をいたしておりますので、選挙におけるご支持をお願いをいたします。最後に、3週間にわたるこの全権委員会会議を成功に導くため、日本も最大限貢献してまいります。ご清聴ありがとうございました。